次に野村育代議員の質問を許可します。野村議員。一般質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。もう24番目、民主クラブの中でも、6番目の質問となります。お疲れのところ大変申し訳ありませんがよろしくお願いをいたします。では、通告に従いまして順次質問をしていきます。1、地域防災計画について。阪神淡路大震災、新潟県中越大震災以降の女性たちの経験に基づいた訴えを受けて、国は2005年に防災基本計画に女性の参画、男女双方の視点を明記しました。国際的な潮流としては1990年に始まった国連防災の10年以降、災害とジェンダーは主流化しており、すでに1994年に横浜で開かれた国連防災世界会議、2005年に神戸で開かれた第2回国連防災世界会議において、すべての防災政策や計画の作成決定に女性が参画し、女性の視点を導入することが提唱されました。男女共同参画基本計画でも2005年策定の第2次、そして2010年策定の第3次計画に防災環境における男女共同参画の推進が謳われました。このような項目はどのように実行されてきたのでしょうか。男女共同参画と災害フットネットワーク代表の堂本明子さんは、千葉県の知事時代に全国知事会で2008年に災害と女性についての調査を行ったところ、防災会議など意思決定の場に女性の参画が極端に少ないことに驚いたそうです。避難所の備蓄品を選ぶのに女性が参加している都道府県は当時はゼロ、避難所などにおける女性の活動環境も整っていなかったそうです。そういう状況の中で 3.11 東日本大震災が起こってしまいました。昨年4月1日に被災現地に入られたそうですが、女性に対する配慮が見られない避難所が多かったそうです。堂本さんは被災現場に行ってみると、平常時に女性が直面して不都合や差別といった社会の歪みが集約的に顕在化していることが分かり、被災地の特に女性や障害者、高齢者などの切実な要求や訴えの声は中央に届きにくい状況にあったと述べています。避難所では性別役割分業の固定化が進み、性暴力の被害等も聞くわけです。同じような内容を盛岡女性センター館長の震災から1年という講演でも4月にお聞きしました。さて、以前に私も女性の視点をということを訴えましたが、すでに石村議員、上野議員からも質問をされて重複する部分がありますが、再度申し訳ありませんが聞かせてください。現時点での女性の参画状況と、今年度から3カ年かけて枚方市は地域防災計画の見直しを行い、今年度は独自で見直し可能なものに関しては行うとありましたが、どのように行われようとしているのかお伺いします。2、防災教育について。皆さんもご存知のように、東日本大震災で奇跡と呼ばれている事例があります。岩手県の釜石東中学校です。ここはとても海に近くて、以前から防災教育に熱心に取り組んでいる学校でしたが、防災教育の中で高台に走っていくということを選択し、中学生が助けられる側から助ける側へというスローガンで、隣の小学校の子どもたちの手を引いて逃げるという訓練をしていたそうです。そして3月11日地震が起こりました。マニュアル通りに行けばグラウンドに集合して点呼になりますが、それは省かれました。先生が大声で、走りなさい、逃げなさい、自分の命は自分で守りなさいと叫んだそうです。走り出した中学生を見て小学生が、地域の人たちが一時避難所へ同じように逃げ、そこが危ないと判断したらまた走って二次避難所のさらに高いところへ逃げました。そして多くの命が救われました。これをマスコミは釜石の奇跡と書きました。
でも子どもたちは奇跡じゃない、当たり前のことをしただけと言います。日頃から防災のことを話し合って臨機応変に対応しようという癖がついていたということだそうです。そこで枚方市における特色ある防災教育の取り組みをお聞かせください。3、大阪府学力学習状況調査について。全国学力学習状況調査は理科を追加し 30% の抽出調査と希望利用で4月17日に実施され、先日6月12日には大阪府独自の大阪府学力学習状況調査が中学3年生、小学6年生を対象に実施されました。学力向上につなげるために前府知事が昨年始めた調査ですが、学力学習状況調査というのは調査結果を受けて子どもたちに対して次に何をどのように取り組みを進めていくのかが重要です。また子どもたちの生活環境が結果と密接な関係にあることはすでに言及されていて、教育格差は経済格差であるとも言われています。その根本的なことを解決することが優先されるわけで、毎年の実施でその結果が簡単に変わるとは思われません。ですので児童生徒、特に中学3年生にとっては進路を前にしている多くのテストを受ける中で、さらに学力学習状況調査のテストを受けることには負担にもなります。このような学手学力学習状況調査を毎年行う必要性はないと私は考えています。今年度の府学手は子どもの小評に当該校の平均正答率が追加されることになりました。府教委も各市町村教委も学校別結果の公表は行わないこととは言いながら、個人や業者が小評を収集することによってそれぞれの学校別の調査結果が今日公表されることと同じ結果になることが懸念されます。今年度は府内10市町村と大阪市が不参加、堺市は独自での実施との結果となっています。今年度の府学手の実施要項変更に伴い、府教委は再度各市町村に対し参加するか否かの調査を行い、辞退することができたなく、できた中、枚方市は参加しました。中学校では通学区域の弾力的運用が行われていて、学校間格差が問題となっていると思うのですが、結果序列化につながると懸念される府学手の対応はどうされるのでしょうか、お伺いします。4、人権尊重のまちづくりについて。最近大阪市職員調査アンケートや入れ墨強制調査が大きな例と考えておりますが、それは人権侵害でしょと思う事例を見聞きすることが多くなっていると感じています。枚方市では8年前に枚方市人権まちづくり条例を施行し、日々人権擁護委員が活動されているし、枚方人権まちづくり協会も相談事業を含む活動をされています。どのような相談があるのかをお尋ねします。5、教職員の多忙化について。文科省調査では10年度に病気で休職した教職員8660人のうち、精神疾患によるものが5407人となり、6割以上に達しています。そのうちの約半数が現任校に勤務して2年未満で休職していて、転勤等の環境変化が一つの要因にもなっているそうです。子どものためという熱意で無理を重ね働き続け、燃え尽き症候群を経て休職に至ってしまう可能性が高いとの結果が、11年日教組国際経済労働研究所共同調査に現れています。昨年度の大阪府内教職員の病気休職者に占める精神疾患による休職者の割合は 61.2% で、前年度 65.2% より低くなってはいるものの、人数は東京都に次いで多い485人で高止まりしています。労働安全衛生体制が取られてはいるものの、長時間の超過勤務や急
休日出勤 など改善の並びに改善の兆しが見られない多忙状態には変わりありません。枚方市では教職員の勤務状況を把握するために昨年4月から出退勤打刻システムを導入されているとお聞きしています。適正な労働時間の把握は労働基準法上使用者に課せられた責務であるとともに、過重な長時間労働による健康被害を未然に防止するためのものだと考えます。1年を経過した今、どのように把握されているのかお尋ねをします。これで1回目の質問を終わります。佐藤市民安全部長、はい、1、地域防災計画の見直しについてお答えをいたします。まず防災に関する団体等への女性の参画の状況でございますが、現在枚方市防災会議委員は36人中女性委員は1人、同防災会議幹事は20人中1人、校区自主防災組織の代表者は45人中5人、枚方市消防団は本年4月1日現在で489人中23人が女性となっております。また本市危機管理室職員は危機管理官を含め室長以下16人で、そのうち1人が女性職員でございます。次に地域防災計画の見直しについてですが、本年度は事務文書や資料編における避難所での備蓄物資、大阪府が23年度に一部修正した内容との整合を図るため、本市独自で見直しができる部分について修正を行ってまいります。被害想定やそれに基づく体制など、本格的な見直しにつきましては、25年度から26年度にかけて行う予定でございます。女性の視点につきましては、現行の計画にも、避難所の運営においてプライバシーの確保及び男女のニーズの違いなど、男女双方の視点へ配慮することを記載しておりますが、大阪府の修正内容を踏まえ、本年度の修正の中で配慮が必要な事項をより具体的に盛り込んでまいります。渡辺教育委員会学校教育部長。はい。学校教育部に関連する3点のご質問に順次お答えいたします。まず防災教育につきましては、教育委員会では自然災害等の危険に際して児童生徒が自ら危険を予測し回避する能力を高める防災教育を充実させることが重要であると認識しており、防災教育の充実を図っているところです。具体的には、火災や風水以外地震等を想定した避難訓練を全学校園で実施しております。また特色ある取り組みとして、地域の方にもご協力をいただき、恒常的に防災意識の堅持を目的に、非常食体験や給水体験など、避難所生活を想定した学校防災キャンプを平成19年度から実施しており、今年度は川越小学校と郡小学校の2校で実施をいたします。参加した子どもたちから、枚方にも活断層があることを初めて知った、ここで教わったことを本当に避難をするときにしないといけないと思ったなどの感想が寄せられ、防災意識の高揚を感じ取ることができました。今後も機動的な避難訓練の実施や防災キャンプの取り組みを通じて、学校だけでなく地域とも連携した防災教育を推進してまいります。次に3、大阪府学力学習状況調査についてお答えいたします。教育委員会ではこれまで大阪府や全国の状況と比較して、本市の子どもたちの学力や学習状況を把握分析し、学力向上につなげていくことを目的として、平成19年度から継続的に全国及び大阪府学力学習状況調査に参加をしてまいりました。調査結果につきましては、各学校や子どもたちがどのような力を伸ばせていて、どのような力を十分伸ばせていないのかという具体的な問題ごとの成果と課題に着目し、
事業改善に生かしていくことを重視してまいりました。これまでの方針を踏まえ、本年度の大阪府学力学習状況調査につきましては、教育委員会の施策、各学校の取り組みを検証するための経年変化を行う機会が失われることや、小学校6年生と中学校3年生の子どもたちにとって自分の学習の成果と課題を知る機会が失われるようなことは避けなければならないと考え、参加を判断したものでございます。大阪府教育委員会の示す本調査の実施要領では、学校ごとの平均正答率を公表しないということが明記されており、本市としましても学校ごとの平均正答率を公表することは考えておりません。また結果を返却する際には、大阪府教育委員会とともに第三者への提供をしないことを子どもたちや保護者に啓発をしてまいります。3点目、5、教職員の多忙化についてお答えをいたします。教職員の勤務状況は、これまでも管理職が日常業務を通して勤務や健康の状態を把握してまいりましたが、昨年度より導入した教職員の出退勤システムも利用して、より適正な把握と健康指導に努めているところでございます。現在、出張等で打刻ができなかった際のシステム対応に課題があるため、今後改善を図り、システムをさらに有効に活用できるように進めているところでございます。北村政策企画部長。はい、人権尊重のまちづくりについてお答えいたします。本市は平成16年に喜多方市人権尊重のまちづくり条例を制定し、すべての人の人権が尊重されるまちづくりを実現するために、人権尊重の視点をあらゆる施策に生かすよう努めております。相談事業は、枚方人権まちづくり協会において、人権何でも相談、就労支援に関する相談、進路選択支援に関する相談、福祉に関する総合相談などを行っており、平成23年度は延べ672件の相談を受けております。その相談内容は、社会情勢や地域社会の変化により、地域や近隣に関するトラブル、また職場でのハラスメントに関する相談など、複雑化し多岐にわたってきております。野村議員。はい、それぞれにご答弁ありがとうございます。2回目はそれぞれに要望と4、5については再質問をさせていただきます。1、地域防災計画について。第2次枚方市男女共同参画計画では、市の審議会等の委員に占める女性委員の比率の目標を 35% としています。これは先ほど他の方の答弁でお聞きしましたが、今お聞きしました防災に関する団体等の女性の参画の数字は、その目標率にはほど遠いものとなっています。防災会議では1人、防災幹事会では1人、1人というのは、それから危機管理室でも1人ということでした。1人というのは、声を出すにも出しにくい状況にあると思います。まずは、危機管理室から、そして防災会議委員幹事から、せめて複数配置になるように要望をしますし、もちろん、当初の目標の 35% になるように努力をしていただきたいと思っております。それから防災リーダー育成についてですが、各自主防災会から女性が1人以上その研修を受けられるように働きかけていただきたいと思っております。そうすれば避難所運営においては必ず女性が参画することになると思っております。豊中では豊中女性防災ノートがこの3月に作成されています。枚方市においてもリーフレットを作成されるそうですが、平時に男女共同参画から推奨できる運用マニュアルを作成し、常にシミュレーションを重ね、問題点の改善を工夫しながら、防災に関わる一人一人にその運用が染みついている、そんな状況を作り上げることが求められています。それはもちろん災害弱者と言われている人々にも当てはまることです。防災計画の今回の修正で、男女共同参画多様性の視点を確実に盛り込まれ、具体化されることを強く要望をしておきます。2、防災教育について。
各小学校は避難所ともなっているわけですから、避難所生活を想定した学校防災キャンプは地域と連携した有効な防災教育になっていると思います。このような時にも多様性の視点を盛り込んで実施されるように要望をいたします。これからの防災教育は想定を信じない臨機応変な判断力をつけることが求められます。過去の災害を語り継いで命の大切さや助け合いを言葉としてではなく実感として学び、それを自分のこととして受け止める力が必要となります。それに加えてサポーターとなる被災地への支援の方法を学ぶことも必要となってきます。防災教育といっても様々な観点から広い視野で取り組む必要性を訴えて要望といたします。3、大阪府学力学習状況調査について、今回の府学定を辞退した他の自治体の理由について、たとえ個人票への記載でも公表と同じ学校の序列化につながる恐れがあるや、正答率が一人歩きすれば子どもの自尊感情を高めることを大切にしてきた市の教育方針とずれる恐れがあるなどが挙げられています。第三者への提供をしないことを子どもたちや保護者に啓発されるとのことですが、具体的な啓発方法はまだ決まっていないとお聞きしました。今のところ担保は何もありません。先ほど述べました通り、中学校の通学区域の弾力的運用を行っている本市で、学校の序列化が子どもたちに与える影響はどのようなものになるのか、よく考えていただきたいのです。義務教育の学校で学校間格差は本来あってはならないはずです。子どもたちを過度の競争にあおり、自尊感情を損なうことに結果なるような学力・学習状況調査に参加しない判断も必要ではないでしょうか。検討をお願いいたします。4、人権尊重のまちづくりについて、深刻な事例が相談内容からも大きく見られるわけですが、私たちはさまざまな経験を通して人権感覚を養っていかなければならないと思っています。感性を育てていくことが重要だと考えているわけです。放っておいても育つものではないわけで、やはり学校園など集団の場でそれぞれがお互いの立場に立って物事を考えることや人の痛みを感じることができることを身につけていかなければならないと思います。そこで学校園など教育の場での人権意識を高める教育がどのように行われているのか、もちろん教職員自身が人権意識を高める必要性があるわけで、その研修はどうなっているのかお尋ねします。渡辺学校教育部長。学校園における人権教育並びに研修についてお答えいたします。学校園におきましては、幼児児童生徒の発達段階に応じ、人権に関する知識理解だけでなく、車椅子に乗ってみたり、アイマスクをつけ歩行してみるなどの体験活動等を実施しています。そのような活動を通して他者の痛みや感情を自分のこととして捉え受け入れるための想像力や感受性などの人権感覚が子どもの心に自然に染み込むように養い育てることを基盤として、意識、態度、実践的な行動力等さまざまな資質や能力を育成し発展させることを目指した教育を進めております。教育委員会としましては、平成23年度においてすべての新規採用者および主任等に対し、エンパワーメント支援指導や子どもの人権等をテーマに計8回の教職員研修を実施してまいりました。平成24年度の教職員研修につきましても、子ども理解や人権尊重の視点に立った指導方法についての研修を行い、教職員の人権感覚のさらなる向上を図ってまいります。野村議員。はい、力強いご答弁をいただきありがとうございます。例えばセクハラもパワハラも受ける側がどう感じるかが問題だとされています。
人権侵害、あえて差別事象と言わせていただきますが、それも同じで、結局そのことによって心を痛めている人、傷ついている人がいるということです。いわゆる差別発言があったとします。発言した人がその意味を知りながら使っても、知らなくて使ってしまっても、受け取る側は差別されたことには変わりありません。だからこそ、何が差別であるのか、差別を見抜く力を、差別を許さない力をつけなければならないと考えます。不幸にも差別する側になる人を作らないために、すべての場で相手の立場になり、お互いを思いやる心がしっかりと養われていく人権教育研修であり、また人権施策となることを要望し、誰でもが安心して平和に暮らせる街をみんなで作りたいと思っています。5、教職員の多忙化について、システムの改善を早く行っていただきまして、労働時間の適正な把握を確実に行い、教職員の多忙化の要因は何なのかを検証していただき、その要因を取り除く努力をしてほしいと要望をしておきます。多忙化と同様に、教職員の健康状態を悪化させている要因として、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントも無視はできないと考えています。昨年10月大阪においての女性教職員対象ではありますが、セクハラ・パワハラアンケート結果によりますと、セクハラ被害経験が2551人、回答者全体の3分の2です。パワハラ被害体験が1015人で、回答者全体の3分の1となっています。セクハラ防止ガイドラインができているのに、数字として大きいのは、さらなる課題として人権意識を高めていく研修等が必要となります。これは先ほどの人権研修等の必要性と同じで要望としておきます。パワハラについては、2010年3月、不教諭が職場におけるパワーハラスメントの防止および対応に関する指針を各府立学校に通知、各市町村教育委員会に参考送付したと聞いています。枚方市においてのパワハラ防止ガイドライン、職場におけるパワーハラスメントの防止および対応に関する指針作成の進捗状況をお聞かせください。渡辺学校教育部長。はい、お答えいたします。管理職は所属教職員に適切な指導育成を行う必要がありますが、その際の指導がパワーハラスメントにならないように配慮しなければなりません。合わせて教職員間でのパワーハラスメントがない環境づくりにも努めなければなりません。このことにつきましては、これまでも管理職に指示をしてまいりましたが、今後取り組みをさらに進めるために、職場におけるパワーハラスメント防止および対応に関する指針の策定に向けて取り組んでまいります。野村議員。前向きなご答弁ありがとうございます。教職員が生き生きと勤務し、子どもたちと余裕を持って向き合う時間が増えることは以前から述べていますが、教育効果を高め、子どもたちの学力保障につながることは明らかです。教職員の多忙化を早期に解消し、教職員の負担が過重にならないように、今後も取り組みを進められることを強く要望いたします。以上で私の質問は終わります。ありがとうございました。これにて野村育代議員の質問を終結します。